6頭の位置、笠岡諸島の全体図北東側から望む6頭の前景、向かって右側が福高校、左側が前浦港。正面には笠松の砂浜が見えている。正面の森の右上に見えている屋根は天理教の寺院。6頭は日本の瀬戸内海にある笠岡諸島の有人島の一つ、岡山県の最南端になっている。横溝聖史の 国門島の舞台として知られている、道島を範囲とする笠岡市の大技については6、島を参照。瀬戸内海の中央部に位置する笠岡諸島の島の一つで本州本土の笠岡港からは直線距離で南へ約2 2トル航路で約3 3トルの沖合にある、笠岡諸島の最寄りの真鍋島からは南西に約7 5トル 四国の庄内半島先端からは約 4.5km の位置にあたる。六島は岡山県の最南端であり、笠岡諸島にとっても最南端に位置している。六島と庄内半島の間の海域は潮の流れが速い難所として知られ、岡山県内では最初に灯台が設置された。離島進行法での指定をはじめ、多くの資料では六島の面積を1.02。 平方キロメートルとしている。国土地理院では、毎年、全国都道府県市区町村別面積庁を公表しており、その付録として、面積1平方キロメートル以上の島の一覧と面積を発表しているが、少なくとも2013年以降、6等はここに含まれていない。島の周囲長についても資料により多少の誤差があり、4.3キロメートル。 4.58km、4.6km などの数値が挙げられている。1875年の記録では、島民550人を数えたが、1977年には半数以下の209人、2000年にはさらに半分の117人、2015年には77人となっている。高齢化率は57%で、これは、笠岡諸島の中では、最も低い。 六島の全洋前浦港、内越の浜と大鳥美島全体は、河口岩でできていて、風化が進んでいる。島の中央には、大石山と呼ばれる標高185メートルの山があり、三島三角点、竹島が設置されている。島のほぼ全周は、大石山の斜面が岩外としてそのまま海に没しているため、平地は乏しい。大石さんは、 笠岡十名山の一つになっており、山頂付近には展望台が設けられている。大石山の南西側の観斜面に前浦地区が開けている。前浦地区には小学校、仏教寺院、診療所や島内で唯一の商店がある。前浦地区の海岸には地方公安の指定を受けている前浦港がある。2000年には浮き桟橋が新設され、診療船や デイサービス線の寄港が可能になった。島の東端には標高30メートルほどの丘があり、その北の突端を角花、南の突端を大鳥花と呼んでいる。この丘の東側の海岸外下には笠松と呼ばれる小さな砂浜がある。大鳥花の西部には内越という小さな入り江に面した砂浜があり、大鳥神社への鳥居と参道が通じている。大石山と この丘の安部から北の湾に面して、深志港地区があり、北岸に第一種漁港の指定を受けている深志高校がある。島の南西部には岡山県最古の六島灯台がある。前浦地区から六島灯台へ向かう山道の途中には十万本からなる水泉の自生地があり、水泉ロードという遊歩道として整備されている。1月中旬から下旬にかけて、 満開となる水泉は六島の早春の風物詩となっており、その時期には笠岡港からの定期航路に臨時便が出たり観光ツアーが組まれている。かつて六島では飲料水は共同の井戸水に依存しており、水の乏しい島だった。1953年に離島新広法が制定されると、1957年に六島と大飛島、小飛島が 立島新工法の指定を受けた。これは岡山県内の島では最初のものだった。これにより道路や電気、水道の整備が行われるようになった。上水道は笠岡諸島の上島から整備が始まり、海底不設管によって各島への飲料水の供給が行われるようになった。六島へは1970年代にこの上水道が開通し、水不足は解消された。 しかし近年はこの海底管の老朽化の影響が懸念されている。汚水処理は整備が遅れている。電気は中国電力より供給。インターネットは無線によって提供されている。六島中学校と大浦地区に診療所があり、真鍋島から医師が来て2週間に一度診療を行っている。このほか再生丸という診療船が巡回している。 高齢者介護サービス施設が整備されていなかった、笠岡諸島では、1993年に、夢ウェルマルというデイサービス船が就航した。これは、国の地域福祉対策として1億9260万円、余りを投じて建造されたもので、日本初のものだった。収益当初、6島の港には入港不可能だったが、2000年に、前浦港に、 浮ッ桟橋を建設して、夢ウェルマルの寄港が可能となり、毎月2回運航されていた。しかし船の老朽化と笠岡市の財政悪化によって、2013年度、一杯で退役となり、2014年3月末日に、前浦港で引退のセレモニーが行われた。幼稚園、保育所は設置されていない。北岸の深志工業甲島は、古くから海辺でのたぐり網などの小規模な量と、 畜産、畑作によって支えられてきた。農耕は主に山の斜面を開墾して段々畑が築かれており、耕して天に登ると称されるほどだった。この段々畑は、今でも六島の特徴的な景観とされている。とはいえ、狭く急峻な島では、強風によって吹き上げられた塩の害によって作物が枯死することも多かった。 遠距元年には木綿栽培を試したがやはり立ち枯れたという記録が残っている。間もなく島の人口が増えすぎて、法歴年間には新たな開墾を行う余地もつき、牛を飼う土地も不足するようになった。この結果として、海の仕事に従事して、出稼ぎを行う島民が増えた。江戸時代の六島は、学べ島の続島の扱いだったので、六島の島民はもっぱら、学べ島の網元に従って、 漁師として雇われていた。江戸後期には、上方の資本家が進出して六島での漁業経営を、試み、真鍋島の網元と縄張り争いに発展した。このほか六島で盛んになったのが、勝船という活魚輸送の職で、淡路島を上回って、日本一の勝船の島となった。太平洋戦争後は、船舶の動力化が進んだため、勝船が吸たれるとともに、沿岸漁業も、 低調となった。近年は、海苔やフグの養殖などにシフトしたが、土地不足のために養殖用の漁具の保管用地や、水産物の荷上げ用地の不足が課題となっており、港周辺の埋め立てが行われている。その他、定地網漁や、底引き網漁を行っている。本州本土の笠岡港から、山陽汽船による定期航路がある。六島の二つの港と飛島、高島、上島、 笠岡港加工を結んでおり、六島へは往復各4便が運行されている。山陽汽船は旧六島航路を引き継いで一往復のみ六島新。鍋島間の便があったが、2018年9月30日をもって六棟、真鍋島間を廃止している。海峡を望む南の丘の上に設置されている六島灯台は、岡山県で最古の灯台である。 六島と庄内半島の間の海峡は古くから瀬戸内海を東西に走る航路の幹線ルートが通っており大型船舶が頻繁に航行する。しかしこの海峡は非常に潮の流れが速く海難事故の多い海域だった。そのため1922年に岡山県では初となる灯台が設置され、さらに霧信号所と無線方位信号所も併設された。 この海峡では1867年に海援隊のイロハマルと奇襲藩の軍艦との衝突沈没事故が起きており乗り合わせていた坂本龍馬らが巨額の賠償を求めて軽装となった。これは日本で最初の海難侵犯事故とされており大宮事件の縁因になったとする者も,もいる。周辺海域は第六艦区海上保安本部水島海上保安部が受け持っている。 2016年に日本ロマンチスト協会の恋する東大に選ばれ、同年8月3日に笠岡市役所で認定証事予式が行われた、全村地区の路地6棟、不可思考の路地、ありがとうございます。